今日は秋葉原にやってきました。秋葉原は JR 山手線、総武線、京浜東北線や東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスといったさまざまな沿線が使用できる便利な街なんですよ。通称秋葉と呼ばれるこの街を今回探検してみましょう。秋葉原は世界中で人気を博している日本のアニメや漫画の聖地と言われている場所です。至る所でアニメの広告や看板が目に入ってきますね。しかしもともと秋葉原は電気街として栄えた街なんですよ。だから電気屋さんが多いんですね。国内外からアニメファンの方々でにぎわっているんですよ。その他にもメイドカフェや B 級グルメのお店も多く立ち並んでおり、日本の文化がギュッと濃縮されている街といえますね。大きな鳥居が見えてきました。まずは神田明神にやってきました。神田神社という正式名称がありますが、東京の中心に位置する108の町会の総氏神様として古くから明神様と親しまれています。神田明神は縁結びの神様として知られる大黒様をご祭神としており、結婚式の会場としても人気の高い神社です。さあ、ご神殿へ参拝に向かいましょう。こちらは名工石切藤兵衛によって作られた獅子山です。こちらから境内をぐるっと回ってみると、たくさんの絵馬がありますね。絵馬にはラブライブのキャラクターたちが描かれています。実は神田明神は人気アニメラブライブにも登場しているんですよ。のぞみちゃんがお手伝いしていた神社なんです。ラブライブファンの皆さん、通称ラブライバーさんたちから聖地として愛されている神社でもあるんですね。こちらの建物は2018年に建設されたばかりの文化交流館です。ジンジャーエールはすりおろした生姜の爽やかな風味が香るこだわりの本格派ジンジャーエールなんです。心願成就のお祓いを済ませたご利益のあるこちら、私たちも飲んでみましょう。キャップ付きの瓶なので持ち運びにも便利ですね。生姜の香りが鼻から抜ける爽快なお味でした。文化交流館で個性豊かなお守りを購入できます。また夜間や早朝にお参りをされるときは、外にあるこちらの自販機からお守りを購入できます。こちらでも通常のお守りだけでなく、キャラクターがあしらわれたお守りを購入できるんですよ。わあ、ここでは獅子舞のロボットがおみくじを選んでくれるようですよ。小さい頃はとても怖かった印象がありますが、このサイズの獅子舞はとても可愛いですね。さて、神田明神を後にして次の目的地はガンダムカフェです。ここ来てみたかったんですよね。入り口からテンションが上がりますね。ガンダムがお出迎えしてくれました。宇宙戦艦を五感で体感できる仕様のレストランになっていて、エリア内では宇宙戦艦の窓を模した全長18メートルの大型モニターで囲まれています。レストラン内は動画の撮影は禁止です。お写真で皆さんにガンダムカフェの様子をご紹介します。まず感染対策の一環として、お食事をする際にはこちらのガンダムフェイスシールドが配られます。さて、メニューを見ていきましょう。コンセプトカフェならではのこだわりのメニューがたくさんあります。アニメやキャラクターに関連付けされたものばかりで、ガンダムファンにとってはたまりませんね。こちらはバーニーのレッドホットチリバーガーです。肉汁があふれるパテにこってりしたソースが絡まって美味しい。刺さっているピックもお持ち帰り OK とのことです。次にこのプレートはアムロ専用パイロットランチです。こちらもボリュームたっぷりですね。
ヒーローはこのくらい食べないと強くなれないですもんね。こちらは地球連邦軍の旗です。こちらはジャブローコーヒー、コクのある飲みやすいコーヒーです。静かな夜の願いという名前のスパークリングドリンクで、ラムネソーダとピンクグレープフルーツがミックスされています。一緒にガンダムのキャラクターのコースターがついてきました。また行ってみたいなと思えるカフェでした。秋葉原をしばらく歩くと、たくさんの自動販売機に出会いました。カブトムシ？びっくりしました。飲み物だけでなく、おもちゃも購入できるんですね。せっかくなので購入してみましょう。手作り感満載のペットボトルの底を使った入れ物が出てきました。ちょっと出してみましょうか。石がいっぱい詰まっています。カブトムシさん入っていました。シルバーに光っています。ゼンマイ式のおもちゃでしたね。ちょっと動かしてみましょう。カブトムシの他にも個性的な商品の取り扱いもあるので、ぜひ訪れてみてくださいね。美味しいラーメン屋さんに行ってみましょう。こちらが今日のお店、鳥王圭介です。濃厚な鶏そばが有名なんですよ。まずはもも肉がドカンと乗った鶏王ラーメンが運ばれてきました。鶏白湯ベースのラーメンです。濃厚なスープがムチムチの中太麺によく絡み、美味しいです。続いてつけ麺をオーダーしました。先ほどの鶏用ラーメンと同じく、鶏のもも肉のサイズ感に圧倒されます。先ほどの鶏用ラーメンよりも大変濃厚で、麺も太めでコシのあるものが使われており、ボリューム感もバッチリです。秋葉原はラーメン激戦区なので、美味しいラーメン屋さんが多いんですよ。旅行の醍醐味である食事を楽しむのなら、場所や口コミをネットで下調べして、お好みのお店を探すことをおすすめします。